持って。はい、乾杯。はい、はい。ビーク飲んでんじゃん。オッケー、はい、はい、チーズ。オッケー。はい。こもこさん。お前ふざけんな。今回紹介させていただいた映像は2019年の3月。佐野さんが焼肉屋オープンされたということで、お店にお邪魔させていただきました。お店のオープンが2018年の12月ということなので約 3,4 ヶ月ぐらい経ってちょっと顔を出させていただいたんですけど、ちょうどその年の2018年ですかね、六本木で共通の知り合いを通じて、まあ、ご一緒させていただいたんですけど、この2018年の年がですね、佐野さんと、まあ、六本木で、楽しくお酒を飲ませていただいた思い出があります。佐野さんとはですね、1992年頃、初めてお会いさせていただき、試合ではですね、1994年の5月6日、日本武道館大会、ユインターですね。ユインターの時に、シングルで初めて、対戦させていただき、まあ、いろんな、思い出があります。そして、僕が今回というか2019年ですね。2019年の3月にお店にお邪魔した時に感じたことなんですけど、業界では、僕の方が全然後輩になるんですけど、4年ぐらい後輩になるんですけど、もう僕からしてみたらもうすごく大先輩で、そんな、まあ僕に対して、こう、一お客さんとして、まあ接していただいて、まあもちろん、当たり前のことかもしれませんが、まあその時に僕感じたのは、焼肉屋の店主として、まあこの、世界で頑張っていかれる、いかれていくんだろうなっていうふうにすごく感じました。で、僕がやっぱり、こう、お話しさせていただいた時も、すごく丁寧に佐野さんがお話をされてて、ちょっと僕の方がもうやっぱり、いや、佐野さんもそういう、その喋り方はやめてくださいと。まあ今まで通りの喋り方でちょっとお願いしますっていうふうにお願いしたんですけど、佐野さんの一、お客さんとしての接し方、後輩であろうが、一お客さんとして接するって、なんとなくこう直感なんですけど、あ、もう佐野さんはやっぱこう、ここで、このお店で覚悟を決めてやられるんだろうなっていう、決意を感じた、すごく印象に残った日でもあります。食事を済ませて、玄関の先まで見送って、お店のですね、お店の玄関の先まで見送っていただいて、最後、まあ、握手させていただいて、まあ、帰路についた記憶があるんですが、まあ、今回動画見ていただいたんですけど、佐野さんの姿はまあ一切出てこなくてですね、まあ今思うとですね、まあなぜ撮らなかったかというと、やっぱ僕がやっぱり後輩なので、まあその大先輩の佐野さんに対してですね、ちょっと遠慮というか、まあ、後輩の自分からまあ写真撮ってくれっていうのをちょっとおこがましくて声をかけられなかったんですけど、今思うとですね、まあ、ちょっと素直な気持ちですね、一緒にちょっと写真撮っていただけませんかと言うべきだったなっていうふうに後悔をしております。今回は以上となりますが、まだ佐野さん飲む機会などありましたら、よろしくお願いいたします。またお店の方にも顔出したいと思います。ありがとうございました。